おお、メディナさんじゃないか。どうしたんだ。冒険者のみんなに挨拶回りに来たんだ。調子はどうだ。相変わらず元気だよ。ただ魔獣の発生も相変わらずでね。通報があったらすぐさま駆けつけるようにしてるんだ。メディナさん、来てくれたついでと言っちゃなんですけど、また稽古をつけてくれない。もちろん構わないよ。変わらずここを守ってくれてありがとう、みんな。当たり前だよ。ここに身を置かせてもらっているんだから。メディナさんが教えてくれた武術が役に立ってるよ。そうか、だといいが。でもあまり無理はしないでくれよ。わかってるって。安全第一って昔からメディナさんの口癖でしょ。けど挨拶回りってことは何かあったのかい。ああ、私はこれから大きな戦いに出向くことになるんだ。それって危険なことですか。いや、そういうわけではないよ。一人で行くわけではないし、ただその節目の前に挨拶をしておきたかったんだ。みんなには本当に世話になったからな。それにみんなは私のことをもう一度信じてくれた。当然だよ、友達なんだから。みんなありがとう。どうか気をつけて行ってきてくださいね。そうか、あの人たちが自警団みたいにこの周辺を守ってくれてるんだな。ああ、彼らは私が真実を告げた後もこの周辺の警護を続けたいと言ってくれたんだ。ねえねえ、お兄ちゃん、もっと遊んでよ。わかったわかった、ちょっと待っててくれ。あ、メディナさん、久しぶり。元気だったかい。元気だったぞ。そっちこそ、子供たちの世話はどうだ。変わらずだよ。子供たちの世話は忙しいけど、毎日楽しいぞ。へえ、子供の面倒を見ているんだな。そうだ、天職が忙しくて面倒を見られない人のためにね。俺みたいな子供好きには嬉しい仕事なんだよ。けどメディナさんが来てくれるとは思ってなかったな。他の連中も喜ぶと思うよ。もしかしてあなた、メディナ・オルティナノスさん。はい、私ですが。あなたがメディナさんなのね。こんなに若いお嬢さんだとは思ってなかったわ。あなたや冒険者さんたちのおかげで、私たちは魔獣に怯えて暮らすことはなくなったの。どうかお礼を言わせてちょうだい。これからも頑張ってね。こちらこそありがとうございます。やっぱりメディナの活動は誰かのためになっていたんだな。はあ、許されない犠牲を払ってしまったこともあったし、救世主と呼ばれた時に私が犯した罪は消せないが、それでも今もなお冒険者のみんなは人々を守ることに協力してくれている。私はみんなに感謝しなくてはならないな。こんな私についてきてくれたこと。みんなきっとメディナの気持ちが伝わったから、メディナについていくことを選んだんだ。だからそこには自信を持っていいんじゃないか。そうなのだろうか、わからないが、私やみんなの活動が少しでも人々のためになればいいと思う。きっとこれからもっといろんな人の手助けができると思うぜ。だといいな。
それじゃ次の場所に挨拶回りに行くか。ああ、私についてきてくれ。大丈夫だ。目指していたのはこの砦か。降ってきたな。途中で気づいただろう。え？私がここへ向かおうとしていたことにお前は早くから気づいていただろう。ああ、でも理由はわからないよ。教えてくれないか。どうしてメディナが俺と一緒にここへ来たかったのかは。ここからもう一度始めたいんだ。お前はいつだって私を見捨てずに気にかけてくれた。そしてアリス様やアスナ、対策本部の人たちも友人として私に接してくれた。そんなお前やみんなを拒絶した場所で改めて私に誓わせてほしいんだ。もう二度と私はお前たちに背を向けない。これからも共に歩んでいきたい。できればずっと。それを伝えるためにわざわざここへ。それはすまない、私のわがままだ。お前に本心を伝えるにはこの場所がふさわしいと思ってなぜ笑う？初めて会った時と比べて随分素直になったと思ってさ。当たり前だ、それなりに長い時間を過ごしている。だとしてもメディナがそんな態度を取るなんて未だに驚きだよ。出会った頃のメディナは無理やり納得させないと自分のしたいことを口になんてしなかっただろ。特に修験学院時代とか。それは仕方ないだろ。これでも少しずつ頼ったりしたつもりだ。ああ、対策本部で再会して一緒に旅を続けて、この場所で反目し合って、もう一度一緒に旅をして、ようやく今メディナのわがままを聞けた気がする。わがままだな。自分の目的のためだけにこんな場所までお前を連れてきたりして。ああ、だけどメディナは謝る必要はないし、俺も責めるつもりはない。そうなのか。俺だってみんなのわがままを聞くし、
みんなに俺のわがままで迷惑をかけるし、友達ってそういうもんじゃないかな。友達、そうだったな。私たちは友達なんだ。ありがとう、キリ。すまない。風邪をひいたら大変だ。ひとまず雨をしのげる場所へ移動しよう。雨、止まないな。お前やみんなを裏切ったことに対する私への罰かもしれないな。そんなこと言うなって。メディナは自分のために必死だっただけなんだから。オルティナノスケのために武功を立てること、確かに私はそれだけを目指し必死で頑張ってきた。だがお前たちに出会い、本当の望み、本当に大切なものに気づいたんだ。それがさっき言っていた。ああ、お前やみんなに信じてほしい、そして共に戦いたいということだ。簡単に叶うものではないと思う。だからこの場所での誓いとともに信頼を得られるよう努力を重ねていくつもりだ。信頼か。すぐに信頼できない気持ちはわかる。だからこそ私は。そうじゃないんだ。信頼してほしいって言うけど、俺やみんなはとっくにメディナのことを信じている。そんなわけないだろ。私はお前たちに一度は剣を向けたんだぞ。でも俺たちのためにハーシリアンを止めようとしてくれた。暗黒騎士との戦いだってメディナや冒険者がいたから勝てたんだ。いつから私を信じてくれていた。初めからだよ。出会った頃から信じている。それから俺だけじゃなくみんなもそうだ。相変わらずお人よしすぎてムカつく。ごめん。ではいいんだな。もう一度ここから始めても。もちろんだよ。メディナが一緒に歩んでいきたいと望めば俺はそれを信じて答える。ありがとう、キリト。お、見ろよメディナ、雨が止んでいる。本当だ、西も出ている。自分への罰だと言っていた雨は止んで虹まで出てきたんだ。私の罪が許されたと。少なくともメディナの思いは空に通じたと思うぜ。まさか。お人よしな上に楽観的だな、お前は。罪は許されたとは言い切れない。だがお前たちを信じ共に戦っていく決意は定まった。この先何が待ち受けようとこの思いが揺らぐことはありえない。ああ、俺もお前を信じているぜベディナ。うむ、ここでの目的は果たされた。ん？目的ってなんだ？では挨拶回りを続けよう。次は東帝国だ。ああ、よし、行こう。さて。ああ、ん？な、thank you.
ここに会いたい冒険者の人がいるのか。ああ、この辺りで魔獣退治や警護の手伝いをしてくれている女性なんだが。あ、メディナさんだ。どうも。いや、久しぶり。え、メディナさんってもしかしてあのメディナさんか。そうだよ、この人が噂のメディナさん。私たちの友達であり指導者って感じかな。まさかここで会えるとは。あなたはここ一帯の警護を担当している近衛兵だな。はい、暗黒騎士事件の時には大変お世話になりました。メディナさんたちや冒険者の人たちがいなくなった衛兵やあの花を見つけてくれたおかげで助かりましたよ。冒険者の人たちが魔獣を倒してくれたおかげで犠牲者も出ずに済みましたし、本当にありがとうございます。いや、冒険者のみんなといろいろ協力してくれてこちらこそありがとう。この人無謀だから、あの時いなくなった衛兵の友達を探しに行って魔獣に襲われてたのよ。そうだったよね。君が助けてくれなきゃ今頃どうなってたかわからないよ。もうしっかりしてよね、頼りにしてるんだから。わかった、頑張って強くなるよ。あのメディナさん、彼女に出会えたのもあなたのおかげです。ありがとうございます。え、それは。あの、私たちもうすぐ結婚するんです。え、 NPC と人海人で結婚ってできるのか。そうか、それはおめでとう。ありがとうございます。これからは夫婦でこの辺りを守っていくわね。ほう、それは心強いな。ではこれからもよろしくお願いする。お幸せに。あれは。おい、メディナ・オルチナノス。なんだ。キレンに話がある。構わないが。なんだこいつ、前にオートでメディナの悪口を言っていた貴族じゃないか。東帝国担当になってたのか。俺も一緒に行く、いいだろう。うん、良いだろう。まさか果し状とか渡す気じゃないよな。そうなかった。なんだ。貴様、耳が悪いのではないか。いや、俺も聞こえなかったな。すまなかった。まさか私に謝ったのか。それ以外すまないという言葉に何の意味があるというのだ。なぜ謝るようなことを。私は東帝国に派遣され、衛士や近衛兵たちを管理する立場になった。だが部下が失踪した時、自分ではどうすることもできなかった。だがあろうことか貴殿、欠陥品であるはずのオルチナノスの小娘率いる冒険者どもが私の部下を見つけたというではないか。つまり貴殿が無能だと誤解したことをわざわざ謝罪してやっているのだ。ありがたく思え。こんな上から目線の謝罪があるかって感じだけど。ありがとうございます。決して貴様に影響を受けたわけではないが、私は今以上に貴族としての責務を果たす。つまりは弱き者を救う剣となる。改めてそう誓った。要はそれだけだ。ではな、せいぜい精進されよ、オルティナノスの小娘。まさかあんな奴が謝ってくるとは。嫌な奴だと思ったけど、完全に腐ってるわけじゃなかったのか。どうだか知らないがな。謝ったところですぐに心持ちを変えてバカにしてくるかもしれない。いや、そんなことないと思うけどな。あいつはメディナがすごい奴だって分かったんだ。ま、気づくのが随分と遅いけどな。お前はまたそんなこと。ダメか。別にムカついただけだ。
さあ、他にも寄るべきところがある。ついてきてくれ。うん、わかった。この辺りにも冒険者が。ああ、この先にあるクリームパン屋で手伝いをしている冒険者がいてな、少し様子を見に行こうと思っているんだ。クリームパン屋？そういえばあったあった、思い出したぞ。めちゃくちゃうまそうな店だ。前にここに来た時すごい行列ができてて買えなかったんだよな。そういえばさっきからここまでいい香りが漂ってきているような。今日はあの時とは違い、多少は時間がある。買おうと思えば。あれ、あの人たちって。あの方向、おそらくは行列に並ぼうとしている人々と考えていいだろう。やっぱりそうか。キリト、走るぞ。あのクリームパンは一日にたったの数十個しか作っていないんだ。いや、だとしたらもう負け確定じゃないか。走ったところであの人たちの前には行けないって。第一、冒険者の様子を見るだけならパンは買えなくても。なんだと？お前らしくもなく諦めるというのか。いや、なんでそんなムキになってるんだよ。とはいえ店に続く近道なんで。あ、どうしたんだ。見つけたぜ、最適な、誰にも邪魔されない近道を。もしかして屋根の上を歩いていくというのか。ああ、それしか列の前に行く方法はないぜ。メディナ、いいだろう。では屋根に登るぞ。メディナ、次はこっちの屋根に飛び移るぞ。お前バカじゃないのか。あ、隙間が20銭は空いているぞ。こんな場所を飛ぶというのか。大丈夫だって、大した隙間じゃないから。はあ、20銭を大した隙間じゃないというのか。20銭は羊皮紙の縦幅ほどもあるんだぞ。もしかして怖いのか。なら怖いわけなどないだろ。行くぞ。大丈夫か。大丈夫に決まってる。先を急ごう。よし、まだ18人ぐらいしか並んでない。ギリいけそうだな。それじゃあ飛び降りるぞ。お前先に行って並んでいてくれ。ま、別に大した高さじゃないし、飛び降りてもてめえはほとんど減らないと思うぜ。いいから先に行け。私は後で合流する。なんだメリナ、足ガタガタ震えてるぞ。もしかして。違う、全く怖くなんかない。いや、明らかに怖がってるだろ。ごめん、高いところが怖かったのか。そうとは知らず付き合わせちゃったな。そんなのどうでもいいから早く行かないとパンが売り切れる。先に行け。私は大丈夫だから。よし。お前何をやってる。早く列に並べ。悪いけどそこにメディナを残しておくのが心配で、パンどころじゃないんだよ。メディナは俺が受け止める。だから思い切って飛び込んでこい。はあ、一体何を言っている。心配しなくても大丈夫だ。俺の天命はかなり高いからな。メディナ一人ぐらい全然受け止められる。そんな問題じゃない。それよりパンだ。パンの行列にさっさと並べ。パンを優先しろ。
パンのことだけ考えろ。おい、なんでそんなにもパンを優先させようとするんだよ。恥ずかしいからだ。お前が叫んだせいで人からめちゃくちゃ見られている。この後に及んで恥ずかしがってる場合か。いつかそこから降りなくちゃいけないんだぞ。ほら、早く飛び込め。何があっても俺が受け止めるから。うう、分かった。お前を信じる。成功だな。クソ、お前はなんで本当に受け止めるんだよ。信じてくれたんじゃないのか。当たり前だろ。お前が失敗する様子は想像がつかない。そんなことより早く並ぶぞ。そうだな、行こう。一つしか買えなかったな。誰かさんが先に並んでいたら二つ買えていた。いや、それはないだろう。メディナを屋根の上に残したままでなんて並べないよ。ふん。よし、それじゃ半分こしよう。私はこっち。ま、小さい方でいいのか。ああ。ありがとう、メディナ。甘ったるいものをたくさん食べられないだけだ。勘違いするな。おう。それじゃいただきます。うまい。いや、これは苦労して並んだ価値があったな。かなりのものだ。働いている彼女も元気そうだったし。メディナに会えて嬉しそうだったな。けど、あの冒険者の女の人に会うだけなら別にパンを買わなくてもよかったんじゃないか。それは、せっかくの挨拶なのだからきちんと買う方が誠意が伝わるだろう。そう思った。そうなのか。けど高所恐怖症だって正直に言ってほしかったな。知ってさえいれば俺もあんな無茶はしなかったぞ。高所恐怖症だと？心外だな。別に怖かったわけではない。ただ高いところがさほど得意ではないというだけだ。それを高所恐怖症って言うんだと思うけど。もういいだろそのことは。お前がちゃんと受け止めてくれたから万事解決だ。それで済み。ほら、味わってちゃんと食べろ。わかった、わかったって。うまい。こういうのが幸せの味って感じだな。え？食べながら寝てるのか？あ、メディナ、今。断じて寝ていない。そうですか。とはいえ、少しほけてしまった。東帝国で達成すべき目的を果たすことができたからだろうか。目的？ああ、そうか。冒険者に会えたしな。けどなんだろう。メディナの目的は何か別にあるようにも感じる。食べたらまた歩くぞ。いいな。ああ、誰かさんの眠気が収まってからな。よし、
それじゃあ出発するか。そうだな、北帝国を目指そう。了解。にしてもつくつく弾丸ツアーだな。何か言ったか？いや、何でもないです。では行くぞ。なんか暗くなってきたな。土地王都によるって言っても、北帝国までこのまま強行で戻るのはちょっとしんどいか。確かに無理をするのは得策ではないかもしれない。よし、それじゃあ野営してまた次の朝から動こうぜ。そうだな、賛成だ。珍しいな。どうしてだ？いや、これまでのメディナなら無理してでも進むって言ってただろうなと思って。無茶をするのは良くないと分かったんだ。いつも無茶をしている誰かさんのおかげでな。誰だよそれ。自分の胸に手を当ててみれば分かるんじゃないか。まあともかく野営には賛成してくれるんだな。それじゃあ用意をしよう。ブチ。ハズレ。羽地家庭の裏を住処にしている猫はミケだ。そういうわけでこの最後の肉は私がもらう。いや、明らかにこのクイズじゃなくてこの問答を俺にとって不利じゃないか。出題者を私にしたのはお前だぞ。それにあのミケは何度か一緒に見ただろう。確かにそうだけどさ、それにもう腹いっぱいだったからいいけど。やはりお前らしくないな。な、何かな？どうしたんだよ、今度は急に笑ったりして。いや、懐かしくなったんだ。初めてお前と会った時もこうして野営をしたと思い出した。そうだ、懐かしいな。あの時のメディナは警戒心バリバリだったし、初対面にして嫌われたからさ、どうしようかと思ったよ。別に嫌っていなかったぞ。ずうずうしくておせっかいでお人よしで変なやつだとは思ったが。いや、嫌ってなくてもそんな風に思われてたのかよ。今はそんな風に思ってないから当時のことは許してくれ。それにあの頃私は人に対して壁を作っていた。だがお前やユージオ、アリス様やアスナ、いろんな人と関わっていくうちにその壁が壊れたんだ。今は人と関わることに対する恐れはすっかり消えたよ。ああ、メディナは変わったよ。そうか、だといいのだが。今日は疲れただろ、高所局。何か言ったか？いえ、何も。じゃあ俺は離れたところで寝るから、何かあれば声をかけてくれ。いや、近くで交代しながら仮眠を取ろう。寝ている間に魔獣が現れたりしたら大変だろ。どちらかが見張りをしていた方がいい。大丈夫なのか？お前は本当に心配性だな。確かにお前が察する通り、私は昔男性が怖かった。やっぱりそうだったのか。おそらくそれは婚約者から暴力を受けていたことが原因だ。だからメディナは。だが
今はもう平気だ。だから安心してほしい。でも平気だと言ったら平気だ。気を使うな。不思議だな。昔は一人になればほっとしたのに、あの時と違って今は一人でいるよりお前といる時の方が安心できるんだ。そうなのか。ああ、それはきっとお前があの暗闇から私を助けてくれたからかもしれないな。メディナ、ともかく私の近くで休め。ちゃんと見張っといてやるから。わかったよ、ありがとう。うむ、大船になったつもりで。ミハルって宣言した途端に寝るのか。まあいいや、疲れたんだろうしな。ゆっくり休んでくれ、メディナ。おはよう。眠そうだな、キリト。誰のせいだと思ってるんですか、メディナさん。すまない、爆睡したことは謝る。いいよ、それじゃ出発しようぜ。はあ、よろしく頼む。